2023年本当にありがとう。2024年もいい年にしようね。みんな楽しもう。俺たちがサマーサマーだ。Yeah!
ちがそもそもです。よろしくお願いします。代表皆さん、カウントダウンそも来てくれてありがとうございます。ちょっともう早いんだけどさ、うん、行こう。いい？いいよ。ここって空調マイナスになってますか？本当にすみません。すみません。暑がりなもんで、もし行けたら空調マイナスまで下げてほしい。すみません。すみません。本当に。本当に。何曲ですか今？4、5？ 5曲ですね。すごい。あの、5枚であんなにさ、後ろから気になること。たらけんじゃない。大丈夫な？でもなんか最前がなんか土台みたいになってる。こうやってた。四股踏んでそんなことある？でもみんな元気でね。いや、ほんとすごい。この後寝るなよ。いや、ほんとだよ。絶対に。そうだよ。まだあるから。今日初めての会場なんで、どんなかなって思ったんですけど、パンパンでね、めっちゃ嬉しい。嬉しい、ありがとう。嬉しいです。でもみんなはさ、今年はそもそもが初めてのこのカウントダウンなんですよ。もう少しイベント自体が初めてなんですけど、みんななんかどうやって過ごしてたの？去年までね。去年まで。去年私たち4人を何してた？夜ライブしたのか。そう。私そのまま実家帰ったな。実家でママと少し。いいね。すごい。こっちに。何してたの？私は一人で家で、あの iPhone の時計を見ながら一人でハッピーニューイヤーって一人やってました。なんかぽい。一人で言ってるんだ。寂しいな。ちゃんとジャンプもしました。一人で？え？だこの人。そういえばそうだった。あめは？私ガチのおばあちゃんが誕生日なんですよ。そうなの？ケーキを食べるっていうんですから、いいね。家には素敵ですね。誕生日があるんで、そう、そっかそっか。今年はね、ファンの人と一緒に過ごせるということで嬉しいね。嬉しい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 。なんか振ってくれる。いてもらえないの私みたいな。ごめんごめん。なんか後でまた聞こっかなって思ったら、そうですね、二部構成みたいな。うん、いいよいいよ。いや、しょうもないですよ。でも何やねん、去年は踏んだよ。去年は私コロナでして、マジかコロナ、マジ。でも私がおせちもあのキャンセル電話がホテルに来て、はい、だからお金だけ渡しておせち、やば、はい、かわいそうに。ホテル療養してたの？そうです、お母さんにもちゃんと移してお母さんのホテルに来て、毎日ほら、そうです、毎日ホテルのお弁当の写真を送りました。じゃあもう健康に寄せ添えるってだけでね、最高だね。最高だね。ね、みんなも健康ですか今日は？大丈夫ですか？元気。無理せず、そう、全然悪かったら言ってくださいね。はい、まだまだね、今日カウントダウンライブ続いていくんですけど、企画が早速あります。じゃなかった。もう過ぎ忘れた。
あ、稽古の仕上げで書いてる。見られてることに、みんな見てない。旅時間もあるからね。みんなこういう時に休憩しとこう。朝まであるからね。まだ10時10分、20分。ねえ、6時間って映画3本分くらい。あと1時間40分でハッピーニューイヤーだ。すごい、あっという間だ。あら、マイク。よかったです。じゃ休憩です。みんなもね、あ、うん、この後佐藤さんに説明するわ。待っとこ、もう説明したくなっちゃう。佐藤さん、せっかちが出ちゃうから。はい、ということで、はい、2023年、はい、そもそも流行語大賞。日和が12月6日に加入したやろ、うん、1月1日やってます。はい、あの、満滴やったいです。ねえ、やば、やめてよ。テキーラ、そんな回、そんな回、はい、新年会でテキーラ、やだやだ。ブラック頑張ってね。ブラック企業だ。お前が一番嬉しいよ。およ、およ、およ。それでは行きましょう。返事で回し始めました。里本のあの緑が言ってたほー言ってた言ってた。あずまこさんが今日ほー言ってた。あずまこバイバイ、ほよー言ってた。およこかな。これに次ぐおよ、およ、そうそう、そういう立ち位置でなんだあの人。ということで、はい、覚えてますか、4年前そもそも流行語大賞をやったとき、うん、ちなみにその4年前会場にいた方いますか。はい、いや、お前はそうね。さすがにいないか。もうで病欠よ。病欠モデル、病欠、病欠ですわ。 T モデル、はい、いない方の、ね、名前です、申し訳ないですけど、病欠です。悲しいね、見てほしかったね。お前の待って、なんかあの うるさい女の子もそうやな。あ、そうだそうだ、今日仕事って言ってました。仕事言ってた。なるほど、ね、頭やってない言ってないよ。まあいいですよ。はい、はい、ということで、はい、まあでも4年ぶりとは関係ございませんから。そうです、今年の流行語、今年の流行語大賞ですよ。はい、ということで、はい、まず一人ずつ皆さんにノミネートしてもらってます。はい、お、選んできてるね。選んできたよ。その中から年間大賞が決定します。おー、絶対に取りたい。わかった、取りたい、はい、取りたい、わかりましたね。で、取ったら何、取ったらステッカーとかになります。いや、違います、1万円ならへんかった。ガチで1万円落としてもあげますよ。対象は1万円。取りたい、はい、そして、お客さんからも先ほど、はい、30秒ぐらいでこんだけ集まりました。すごい、ほんまにマジで早かった。すごい、みんなそう、ええー、って言いながらすぐ書いてくれた、ちゃんと書いてくれた、優しい。これ何なの、何何これ気になるわ。あ、これ、あ、なんかチンゲ、ちおい、チンゲだ、マジ何やろ。ジニエってすぐ言うな、お前よう出るな。やっぱ教育がね。いやいや、言うてねえよ。はい、ということで行きましょう。じゃあ1人ずつ行きたいんですけども、はい、我こそはまず最初に言っておきたいなみたいな、言いますか。はい、トップバッター誰ですか。でも私最近のなんで。おお、おお、おお、私個人的にめちゃくちゃ相撲だったです。わかりました。はい、じゃあ月読み稽古ノミネート、そもそも流行語大賞、こちらでございます、どうぞ。スポッティファイ、スポッティファイって何よ。スポッティファイ言うと思うね。スポッティファイ日本人やから、ええやんか別に。そう、これ知らない人のために説明すると、この前酒井さんがそもそもの公式の、
ツイキャスで Spotify のことを知れと Spotify って間違えてるっていう。ほんまにさ、そう間違えてもない。いや、こうやと思ってるし今でも全然間違えない、ね、初めて聞いてる Spotify、うん、あまりにもナチュラルに言ってたから、だからボケがわからんかったよな、突っ込んでいいのか、ナチュラルなボケと思って。いや聞いて、これはマジでファンの中でも俺もそう言うてるって言いながら Spotify ユーザーだと思ってる人いるはず、絶対いるはずよ、絶対俺の Spotify で Spotify って言ってるやつ絶対いる、 Spotify やと思ってない人いる、ここに正直手上げよ、1万円上げるから手上げて、みんな手上げる、何なんで橋もお前は仲間だ、ちょっと絶対読めるって、あの人あいつ、そうやな、あの人絶対 Spotify 読める、あいつ英語できるんや、できそうな、うん、できるんや、あいつ英語できんって言ってた、そうだから絶対ナチュラルに言うてます俺みたいなこの関西弁で Spotify 言うてへんの Spotify やばい、ね、でもいいね、これはちょっと、そう、まあ、最近で、ね、最近でね、はい、話題になりました、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ続きましていきましょう、2人目誰からいきますか、え、はい、お、え、えの、お前大丈夫、それあと言いづらくならへんか、え、どっから声出てんの大丈夫？正統派。正統派？はい。大丈夫？じゃあそれでは行きましょう。アルティメットミキ流行語大賞こちらでございます。どうぞ。ででん。あっちぎよ。おお。大好きよこれ。あっちぎよ。はい。これはね、新店が入ってからサービスエリアとかで酒井さんに、はい、なんか買ってほしいなーとか言ってかかってる新店さんにの写真を載せるときに酒井さんが使うハッシュタグですね。うん。嬉しいですね。なんか、いいですとかめっちゃ多くない？そう、なんか知らないけど、全然漏れてないって言い方しないけど無加工でそのまま上げてるのにすっぴんのブスタイとかえ、でもちゃんと隠れファンがいて特典会とかわざわざ言いに来てくれる、かわいい、あっちきガキのファンです、あ、そうだ、あっちきガキのファンです、ファンは多そうだ、大丈夫それ、席券無駄遣いしてね、ひどい、大丈夫ですかそれ、あ、まあまあ確かにね、はい、新メンバーがね、うん、ガキ感が半端ないね、バッチリ結果するので、確かにちゃんとしてますね、はい、はい、わかりました、お金欲しいね、わかりました、ちゃんとね、さあ、誰、どんなの来るかな、わかりました、じゃあ続いていきましょう、3人目、誰いきますか、あっためるば、はい、お、料理、はい、ほぼ大丈夫、お前も大丈夫ですよ、正当派ですか、はい、えっくい下ネタじゃないそんなものは流行ってませんのでね、お、料理みたいな、じゃあ発表します、わかりました、じゃあそれでは行きましょう、そもそも流行語大賞こもれ日和ノミネートはこちらでございます、どうぞ、ステラー、まあ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 、ミッキーのね、ステラの煽りです、あのね、ミッキーのかっこいい煽りを流行語みたいにもうさ、かっこよく感じにくなるよ、みんなが面白くなっちゃうかも、デカデカするんだ、確かに今まではさ、結構特典会でもかっこいいね、ミッキーちゃんらしさ全開でとか言ってもらえてたんだけど、もう言いすられたから、もうネタになっちゃったじゃん、面白くないとってわけで、じゃあもう面白く言っちゃってください言いにくくなる、スラー難しいよ、普段もそんなんや、ステップでも言わせてね楽しみだ、恨まないでね、また今後ね、初めての人はね、ステラの曲、ステラって曲あるんですけど、そちらの曲振り、煽りのところのミキを注目してください、はい、この辺で言ってるんで、はい、この辺にポジションね、お願いします、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、お、あ、大丈夫、ちょっとシャンマイとかぶりそうですけど、お、大丈夫かな、はい、頑張りますって、なんでやろ一個の譲ります、あ、ありがとうございます、譲るね、はい、下ネタはないとか言ってたんですけど、はい、もはやこのことはイコール隠語で下ネタなんじゃない隠語ない隠語持ってきたの隠語、じゃあいきますね、はい、こそこそです隠語なんや、ちょっとコソコソクラブとかじゃなくて、コソコソコソ、でもコソコソクラブを含めやっぱコソコソっていうものがね、うん、話題になってたよね、そう、それもなんか、はい、なんか陰謀を集めて募集とか、うわぁ、いろんなところ陰謀をかき集めてきて、はい、張り付けた、え、楽屋でみんなの頼み込んで一本で、なんでうちらのにしてんねん、なんか浅井さんのせいだ、浅井さんのは全部ソニー集めました多いな、俺助かりました、俺多いぞ、助かりました、やかましいわいや、まあ、まあ確かにコソコソクラブでじゃないですか、でもコソコソを中心にということでしょ、はい、まあ、結構コソコソって言われたよね、うん、そうですね、このセットはね、なんか動詞みたいな使い方、
どうしこそ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 してるの。ミキと日和が楽屋の端っことかでなんか2人でちっちゃい声で喋ってることを私たちはまたこそこそしてるってこそこそしてるよ、こそこそ言うてるよね。そうほんまにこそこそ交換日記みたいなしてる。あ、そう、最近始めました。今日もミキに渡しました。何交換日記してんの。はい、かわいい。めちゃくちゃ顔合わせんのに、あの本当にね、個人的なやつだよね。そう、ただのつぶやきみたいな。別に誰にも本当に見せたりするとかじゃない、そんなに見せたり。プライベート、プライベート。ちなみに内容というかワンラリー聞かせてくれ。なんだっけ、何がある。なんか天気とか。でもまあ秘密のお話コーナーとかもういろんなコーナーがあって。コーナーあるんや。ラブコーナーとか、ラブコーナー話とかもあったりする。交換ノートっていうノートを使ってるの。そうそう、懐かしい。ミキの目キラキラしてる。そういうの好き。かわいい。はい、そうなん。何のコーナー。わかりました。まあ、こそこそ、ね、よく言われましたね、うん、ファンの方の間でもよく使っていただきましたね。わ、はい、かりました。じゃあついていきましょう。はい、大丈夫。なんか順番が、順番があんねやったら うまいことし、大丈夫。じゃあ3枚から。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ3枚、そもそも流行語大賞ノミネートこちらでございます。どうぞ。まーい。うるさいじゃん。数多くね。見えてんねや。感じるわ。影分身みたいなもんがよう一人やねん。一人流行りました。まあでもね、確かによくまーいとかね、はい、まーにかけてね、まーにかけた言葉が発動するみたいな、多分ノリがあった。ボールにもまいまい入れてくれたりとかね。すごいますからね。よかったね。はい、わかりました。まあ、これは流行り、お願いします。はい、じゃあ続いていきましょう。行こうかな。はい、じゃあコトコさん、じゃあその流行語大賞ノミネートこちらでございます。どうぞ。そいやそいやそう。いやこれ何これ。マジあのさ、これさ、あのさ、なんだマジで。今ちょうど流れてるし、すごい。そいやそいやそう、せーの、そいやそいやそう。ほんまや。もう一応違う、これだけだぞ。おい、ちょっと待ってください。そいやそいやそうのこと分かってない方いるのでちゃんと教えてください。はい、ゴーマイ人生っていうね、曲で、はい、今日やりましたね。やりました、先やった曲 ね、はい、で、掛け声やるとこがあんねんけど、そいやそいやそいやとかが入らなくて、そいやそいやそになりました。あの、まずその以上、なんでそいやそいやを入れたがってんの。ダンスパートみたいな場所なんですよ。なんかあります、曲それ今いけます。そいやそいやそう出してください。いけますかね、もし可能ならばいけますか。福永浩紀さんいけますか。浩紀さんそいやそいやそうだよ。光り輝くとか言って。みんな
ゆえだねってことで、ナイスソイヤーソー。いやー、でも最近じわじわと浸透してきて、私はやってくれてるよね、そういうの。ほんまにマジゴイゴイスに並ばせようと思って。無理無理無理。何で無理よ。並びたい私はね。あれはすごいでしょ、すごいよ、逆にしてるでしょ。ソイヤソイヤソ。だから意味が分かる。だから飲み会とかの煽りで、わぁまだ飲んでないねって飲みグビグビ始めたら、ソイヤソイヤソー。もう一回ソイヤソイヤソー。永遠のレッドやろうね。あ、新年会でやろうね。やろうね。もう一杯めっちゃペース早い。確かに。今3杯いってたな。いってたね。死ぬでたぶん。てか3杯飲めたら、ナイスソイヤソー増点。いや私からね。腹立つわマジで。俺後ろから見てて、何やねんこれってずっと言ってるから。俺なんか怒ったよ、怒ったというか、そう、ソイヤソイヤソーって何やねんみたいな。そう、やるならやれみたいな、めっちゃ怒られて、ソイヤソイヤソーで。そうそう、俺結構怒ってんな。そう、なんかお前言いたいだけやろそれみたいな。言わせやで、ちゃんと浸透させとか言ってな。そう、だから真剣にメンバー全員で元気になりますね。だから当たり前の世界を作ってるんだ私は。当たり前とか怖いね、宗教心言葉は。はい、はい、ということで、もう一個ラストあんのか。ラストあるよ。ラストまだありますよ。青根さん、はい、じゃあいきましょう。そもそも流行語大賞、こちらでございます。どうぞ。残念残念残念です。これもね、これ俺が好き。俺とモデル T かっこ鈴木が好きやな。そうなんだ。これと今日以内そもそもの大ファン。はい、お月様を見るとそもそも思い出すって有名なモデル T という、あの方が好きやな。はい、変なやつやな。ありがとう。でもそれめっちゃ嬉しい、これ入ってる。あ、本当ですか。これが入ってる。これ日和の持ち逆。結構被害者だもんね。そう、そう、これは被害者としてじゃないからね。確かに、確かに被害者代表としてこれはノミネートさせていただきました。ちなみにこの残念残念残念、分からない人も多いと思うので、何か教えていただけますか。はい、はい、そもそもは遠征の恒例行事として二択クイズっていうのをよくやってて、はい、そのご当地クイズみたいなのをメンバーの中で二択で答えていくってやつがあるんですけど、はい、そう、やっぱ二択だから最初に誰かがその失敗して脱落して脱落者がね出てくるのよ。そうそうそう、あの一応絶対分かるであろう答えを一問目に出すんですよね。そう、ゲーム的に二択でずっと残られたら誰も あの減らないじゃないですか。だから絶対誰か一人は絶対バラエティ的に空気を読んで間違えた方にあえて言ってくださいっていうのが縛りなんですよね。はい、そうそうそう。そこにいつも青音は優しくて本当に空気を読んで、ね、ゲームが進行できるように、はい、あえてもう誰でも分かるようなことを、はい、ま、わざと間違えてあちゃーっていうやつ逆をやってくれるんですよ、はい、第一脱落者の前で。この間なんて名古屋遠征行った時に、うん、名古屋は愛知にあるか、ね、確か三重にあるかみたいなクイズに、はい、私は三重って答えて、あの残念残念残念って言われて日和にね。そう、日和さんもね。そうですよ、それで転んだらケツつったっていう。何やそれ。かわいそう、ヒロのせいです。ケツつったんで、ちょっと被害者の会です。でもしこれがノミネートされた場合は青根に1万が入る。そう、治療費で。うわっ、おじゃあやり返されるよ。ちょっとそれは取っちゃうかもしれない。いやいやいや、ただのジャイアンよ、お前。全部ジャイアン。そして、それで残念残念。最後パスです。怖すぎる。まあ、そういうね、はい、ノリがあってその時のワードでございます。はい、日和の腹立つ胸クソワードですね。はい、最悪です、はい、はい、ということでお客さんからもいろいろいただいております。はい、気になるな。このさっきあの陰謀と言ったこれは何か分かりますか。何かお客さんとかメンバーで分かる人心あれ、はい、あれそうな、はい、予想なんですけど、はい、るっていう時にけいこが使う文字。あーあー、そういうこと。ジンベじゃないの。最低。マジで最低。余計ケイコが使ってると思ってそれがもっと最低。ケイコ実はね。あ、ケイコやっちゃう。あ、ジンケ。ケイコ実はあのルンデスの時にジンケ。待ってるんだ。もうそうよって言ってるケイコのファンだ。あいつさ。ケイコのファン。どうだ。本当に。リンゴだ。あのスポーティファイです。はい、ありがとうございます。あ、なに、何それ。ぬぬぬぬぬこれぬぬだったもう言ってなかったよ。一応ファンの方の中でのやつもあるから。じゃあちょっとぬって語尾とかに付いてる人おる。ぬ気になるな。ぬ教えて誰かと。なんかもっと分かるときね、教えて分かるとき。気になるな。
ちょいちょい聞いたね。俺たちが一番午後のことこれよ。あと清水って書いてます。署名ありがとう。署名本当に意味わからない。私が一番午後のことこれ、うん、おかしい。なんかじゃ飲み会の乾杯がこれなんですよ。頭いかれてるの。じゃあいつだけが言ってるよ。今日もそれで乾杯してるの。したんだ。大丈夫。他の人嫌がってない。そういうの受け付けない。ジャイアンだ。やり続け。ジャイアンだ。ジャイアン、ジャイアンがいた。無敵の人ですか。お前が一番ジャイアンだよ。おジャイアンだよ。喧嘩だな。いいね。朝のね。あのね、これちょっと上隠してください。お、丸、お、はい、あ、分かった分かった。って書いてて、ここにオチ、オチが書いてあるんですけど、オチをシュッシュッとしてるんで、オチンポ配信ですね。言うな。正解です。どうだよ、ひよりともれみひよりの恒例の毎朝やってるオチンポ配信でございます。素晴らしい。お前素晴らしい。そうや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 。爽やかに言うな、お前。だって朝ですし、毎朝頑張ってるんですよ。どうやってるの。お散歩でしょ。はい、お散歩配信でしょ。朝あ、まあそうです、ね、お散歩配信をやらせていただいて、毎朝やってんねやろ。それをみんなが、まあ、おさ、さを丸にして、おちん言うなよ。隠れてへんなの。隠れてて丸出し。またや俺たちが一番ここどこどこだよ。なんだよそんなばかり。まだよ。めっちゃここ組織票や。キモい。しかも全部が中でダイイングメッセージみたいな。ジーやめ。もっと元気に書け。インクがにじんでなんかめっちゃ怖いわ。なんかこれ元気に書けよ。あまあ、あ1票入った。1票入った。票数じゃない。票数じゃない。まあ今言ってますよ、やっぱり結構いい。ありがとうございます。あっ、おぉ、残念残念残念。すごい、すごい、すごい。ちゃんとやった。モデさんだけじゃなかったね。よかったよかった。美術者がいた。みんな使ってね。いいね、スポーティファイだから。スポーティファイ割とえらい、ほんにスポーティファイ来ましたね。お、なんか気持ちよ。え、左右やん。左右わかるわ、誰かわかるわ。左右すいませんね、ちょっと初めて来た人は本当何かわからないと思うんですけど。みんな仲いいんです。申し訳ございません。はい、ね、あ、ひ、必須だろ、必須だろ。あ、おー、ひよりやん、必須だろ。これ私ですね。これどういうことですか。なんだっけ、ミキ。自撮りのいいね、リツイート、コメントをしてほしいっていう時に。そうだよね。そうだ、必須だろ。お前ら、いいね、リツイート、リプは必須だろって書いたんですよ。それ以上もそれ以下もないような、はい、ただそれだけです。みんなで使っていこう。はい、確かにあれ、あの赤のびっくりマークとかはあの頭に残るよね。はい、日よりあんま使わないの、ね、日頃ちょっとね、しろよって思って。ね、必須だろ。なんか最近怖いよね、うん、もうね、いや、よくです。俺だ、リツイート暴言を言ってる。最近リツイートしろみたいな。リツイートしろ、コメントしろ。最近の、はい、オッケー。あと残念残念残念。書きました。結構書いてるね。残念残念残念。すごい人気じゃん。スポッティファイアロバーカ。僕が分かるね。なんかもう僕が分かるね。どこの、ね、あの人たちが言ってるんだ。あのエリアが楽しいんだって言って、はい、ということでいろいろ入ってますけど、ありがとうございます。じゃあまず、メンバーの方から年間大賞の方を決めたいと思います。はい、ちょっとあのみんなでちょっと決めよう。すいません、はい、うちらも手を挙げていいってことですか。いいよ、はい、じゃあ誰か。じゃあ自分以外に入れます。そうね。あ、なるほど。あ、じゃあ自分とでもいいよ。そしたら全然こんだけ人数いるから。そしたら全然。そう、こんだけ人数。じゃあ挙げなくてもいい。はい、じゃあ1人1票一つ手挙げてください。年間大賞決めたいと思いますので、じゃあいきます。じゃあ一つ目、はい、そいやそいやそ。え、ね、手挙げてみよう。ダメ、そいやそいやそうやろ絶対に。え、なに、ゼロ。あ、ナイスそいやそうじゃないからや。ナイスそいやそうやった絶対に。座ってください。
2024年やな、リベンジ。あ、じゃあちょっと手上げにくい人もいると思うね、メンバー見てると。お白抜きますか。オッケー。だからあのごめん、コトコだけちょっと傷ついたかもしれない。コトコ見といてよ、コトコ見といてよ、もう終わったから。じゃあ次、マーイ。マーイ、お前ら許さないからな。あと前惑わされんだよ、声と声と実数。マーイ、声と実数は間違いないよ。オッケー、大丈夫です。はい、数えてください。はい、じゃあ続いて青根の残念残念残念。おお、大人気だね、これ。すごい、これ結構人気だ。うん、やったー、1万円。はい、オッケーですね。はい、じゃあ次、ミキの暑い気がち。お、来ました、お願いします。みんなこの供給に救われてる人もいるでしょ。はい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 、多いですよ、多いですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてスポッティファイ。すいません、はい、スポッティファイ。佐藤さんはいつも通り言えばいいんですよ。そうですよ、スポッティファイね。いやなんだよな、これ言いづらいでんな。スポッティファイ、スポッティファイ言えんか、わかんねんかな。オッケーですかね。オッケー、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきます。ミキ、ミキのじゃないですね、あ、ひよりのステラー、ステラー。おお、はい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 、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて千尋のこそこそ。こそこそ、そいやそいやそうと一緒です。こそこそ、そいやそいやそうと一緒です。こんな感じ、こそこそクラブな、お客さん最近めっちゃ来てくれんのにな。あ、その人あげてないからさ、来てる人たちあげてないから。あ、だってゼロやん。楽しい。ゼロやん。はい、ということで、あ、ありがとうございます。はい、集計、はい、ありがとうございます。了解でございます。いきます。年間大賞に輝いたのはドゥルルルということで、以上、そこそこ2023年、はい、
有効大賞でした。ありがとうございました。さあ続いては、はい、お待ちかねのそもそも紅白歌合戦でございます。はい、そうだ、準備なの。行ってください。はい、しばし5分ほど休憩でございます。NHK ホールにお越しいただき誠にありがとうございます。2023年の、そもそも紅白歌合戦、もう歴史もね、今年で60年目ということで歴史がありますもんね。ということで、総合司会を務めさせていただきます、坂井珠樹と申します。よろしくお願いします。本日は五反田の橋本環奈、小川一郎です。よろしくお願いします。あの、五反田の橋本環奈というと、なんかあの安風俗嬢みたいな失礼しました。安っぽさが出てしまうので、はい、はい、90分一番じゃあ有村、いや、あの、五反田のがダメです。五反田のが怪しさを止まらない人形で行かせて、はい、隣ラブホテルなのでややこしい。止まらないよ。止まらないよ。はい、ということで今年も素晴らしいアーティストの方々に、はい、来ていただいております、はい、どうですか、 なんか楽しみなあの、はい、方いますか。そうですね、楽屋を見た感じ、はい、まさかのっていうゲストがたくさんいらっしゃって、はい、あの最近流行った、はい、だから懐かしいあの曲まで決める感じとなってると思います。わかりました、はい、ということでじゃあ早速、はい、メンバーの方呼んでいきたいと思います、はい、準備は大丈夫ですか。はい、大丈夫ですかね。じゃあそれでは早速白組の方から呼び込んでいきたいと思います。白組は木漏れ日日和さん、やったー、どうぞ。今年一ツイテールが似合ったというのでね、はい、一躍脚光を浴びた木漏れ日和さん、はい、もうどの雑誌も日和さんばっかりで、確かにね、はい、かわいいよ。じゃあ続いていきましょう、はい、じゃあ続いて午後のこの子さんです。やったー、大きな拍手でお迎えください。どうですか今年の午後のこの子さんの活躍は。はい、こと子さん本当に関西番組でも本当にしばき倒しまくっていて、そうですね、大体関西ではしばき倒しましたね。はい、今日も見れたらいいなと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて白組ラストでございますね、トマシャンシャン舞さんです。どうぞ。今回はシャンシャンフライさんがお越しいただきました。ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。あの曲が聴けるかもしれません、ね、そうですね、楽しみです。じゃあそれではじゃあ千尋さん、赤組の方を呼び込んでいただいてもよろしいですか。はい、はい、それでは赤組を紹介させて、はい、じゃあ僕たちですね、真ん中に、はい、赤組まずは一人目、はい、アルティメットミキさん、はい、おあれアルティメットミキさんですかね。の今年もうあの1年年間でテレビ出演本数が1位だったあの方ではさっき紅白から来た、あ、ほらアルミちゃんだ、アルミちゃん、アルミちゃんです、あれは、ね、アルミちゃん、あのヨウちゃん怖いアルミちゃん元ヨウですね、これまさに、ね、サスケ見ましたよ、サスケ見ましたよ、すごかったですよ、フィッシュボール超えられましたね、すごかったですね、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、続いてはつくよみけいこさん、はい、ありがとうございます。
今年はそもそも卒業してソロでもう、6億万枚 CD を、ね、6億万枚を6億万枚を違うかよ。今年の福山恵子さんの活躍は千尋さんどうですか？世界的にも稽古つくように稽古つくように、はい、世界の稽古つくように、はい、最近は月を買ったみたいです。儲かりすぎて、はい、月をついに自分のものに、はい、でもあれですよね、もうめちゃ月の土地ありますよね。あ、持ってます。あ、だめだ。本当に持ってるんですか？本当にありますよ、持ってますよ。え、怖い。すごいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごすぎてちょっとついていけなかった。はい、まだ持ったことないので ね、はい、じゃあついていきましょう。はい、続いて最後のメンバーになります。はい、青い青音さん、どうぞ。おお、すごい。今年は、はい、今年はなんといっても茨城県 あのテレビを全制覇というか、はい、すげえ。ちなみに茨城 あの放送局は何個あるんですか？わかりません。わからない。あ、千葉テレが映ります。もう茨城じゃないや。千葉や、私じゃん。はい、僕が知ってる限り一つしかないそうですね。だから一つ出たら終わりです。じゃあ全制覇、まあ、これからも上を見ていきます。そうですね、はい、全国に、はい、このそもそも紅白歌合戦から全国に行ってください。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、素晴らしい豪華アーティストの方に登場していただきましたけども、すごいですね。はい、じゃあ早速、はい、ちょっと意気込みの方を聞いていきたいと思います。白組の皆さん、意気込みどうですか？やっぱりプロがいるのでね。そう、シャンシャンフライが来てます。シャンシャンフライ、もうシャンシャンフライに乗っかる気持ちでついていけたらなって思ってます。はい、赤組の皆さん、意気込みの方いいですか？どうですか？茨城から世界へ、稽古をつく読みにあやかり、はい、世界を目指して頑張ります。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ早速歌う順番を決定したいと思います。はい、はい、じゃあ9時の方で発表、あのちょっと安くなっちゃうんですけど、9時で9時で急に、はい、削れるところは徹底的に、はい、はい、はい、赤ですね。こちらじゃあ赤組です、はい、赤組の部分です、はい、白組、はい、いきます。じゃあまず白組のトップバッターの方から決めさせていただきたいと思います。はい、じゃあこちらでいきましょう。じゃあ白組のトップバッターは、やだなぁ、こもりびひよりさんです。シャンシャンフライが残った。はい、続きまして白組のトップバッター決めていただきます。赤組です。あ、ごめんなさい、赤組でございます。申し訳ございません。こちらにさせていただきます。はい、お、世界の恵子さん。すみません、スタッフに厳しく言っておきます、はい、じゃあそれでは早速、じゃあ、歌っていただくんですけども、じゃあ先行は赤組の方向、白組は高校ということでいきたいと思います、はい、じゃあそれでは、じゃあ曲振りの方させていただきますので、じゃあ、 他のメンバーの方はこちらの方で端っこに座っておいてください。はい、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。はい、じゃあそれでは行きましょう。大丈夫ですか。はい、じゃあ赤組の恵子さんの曲振りの方を千尋さんお願いいたします。それでは恵子さん、 AKB48 で言い訳メイビI'm not afraid to die.
ケムさん、ありがとうございます。はい、でもセコイ、世界の稽古つきあいみたいなセコイの、はい、やっぱりこう日本をね、こう代表するアイドル AKB48 の、はい、言い訳メイビーを歌われたということで、ね、感想をいただいてよろしいでしょうか。私が初めて、人生で初めて好きになったアイドルさんが AKB48。 おお、あれは優しくね。そう、これなんか小学生、中学生ぐらいの時に振り付け覚えて、そこはずっと覚えてる、覚えてました。なんだ、すごい。 AKB の総大会の総選挙の曲ですよね。そうです、そうですね。佐藤亜美奈さんがね、すごいね、ランクアップ、さすがランクアップしたということで、詳しいです、はい、ということでございます、はい、じゃあこの後、白組に行きたいと思います。はい、こちらの席、はい、ありがとうございました。ひょうり頑張れ。はい、ひょうり、じゃあこちらに。じゃあ続いていきます、白組こまねみひよりさんが歌います。レベッカフレンズ、やったGod
名曲です。エレカのフレンズです。どうでしたか？いやなんか私の選んだ理由がやっぱおじさんいっぱいいるし、おじさんたちみんなこの曲好きかなと思ったのが、なんかちょっと意外となんかみんなあんまどうやって乗る空気になってましたね。見てください、あなた仏のようにおじさんになってます。あのこっちから見たら本当にすがってるような感じの目に見えますよ。さんでもいっぱいいるんで。そうですね。はい、よしをこう。盛り上がってますよ。はい、はい、あのオーフレーズっていうのはあの来年のね流行語大賞になりそうなねノリですごい盛り上がってましたよ。あ、よかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで白組の、小森美織さん、はい、ありがとうございました。両方ともすごい盛り上がりですね。そうですね。はい、だんだんと人も増えてきて、そうですね、はいはい、はい、ということでは続いていきますか。はい、続いて赤組、赤組から彼氏を迎え、はいはい、じゃあ続いて赤組ですね、発表してください。青根、マイさんです。どうですか？いいですね。こんなマイじゃないです。違いますね。マイじゃないです。流行語大賞にもなりましたマイでございます。フラッ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 、はい、ということでございます、はい、どうもじゃあ、早速赤組のはい、曲名を振ってください。はい、青い青音さん、ビッシュでオーケストラ。それはやばい、見上げたあの夜空に浮かぶ星たち、ふと君の声があの頃
疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、ビッチのオーケストラ歌い上げましたけども。緊張してえずきそうなんですけど、すごい盛り上がっていただいて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。続いていきましょうか。はい、はい、じゃあ続いては、白組、シャンシャンフライ、シャンシャンフライ、シャンシャンフライでビューティフル、どうぞ。
最後の幸あれでね、みんながの手を差し伸べてたらこの感じだと後ろから見たら本当宗教みたいな。僕は濃いめの濃いめの方々でした。素晴らしかったですね。どうでしたか、歌い上げましたね。はい、もう高くてすごく本人なんですけれども無理しなくていいですよ。本人が、ね、高いとか言わないですよ。皆さんがね、拍手をして聴いてくださったので、いい気持ちで歌いました。ありがとうございます。ありがとうございます。スタジオの村井さん、年明け一発目に食べたいものを教えていただいていいですか。そうです、焼肉が食べたい。広いですね。はい、ということでありがとうございました。2023年、そもそも紅白歌合戦もこれがラストとなりましたね。はい、あっという間です、ね、あっという間です、はい、ということで、じゃあ早速赤組の、はい、もう残りはね、はい、アルちゃん、アルノちゃん、アルノちゃんですか。アルちゃん、アルノちゃん、アルちゃん、アルちゃんですね。アルちゃん、アルちゃん、アルノ、アルノちゃん、違うないね、アルノちゃん、パチモン、赤い前からパチモンみたいですね。アルノちゃん、アルノちゃん、はい、歌、大丈夫、歌いますか。僕はいけると思う。降臨して答えのがガラガラだったからここで頑張る。わかりました。じゃあ曲紹介の方お願いしていいですか。はい、それではアルノちゃんで、はい、あのゲロチュ。あれ？ゲロチュ。ゲロチュ。ゲロチュ。まあ首だよ。はい、NHK ホールがミスっています。ね、そうですね、はい、これ NHK の職員が悪いですね、はい、ゲロ中って書いてましたね、これ、はい、許せません、はい、失礼いたしました。はい、失礼いたしました。じゃあもう一度いきますか。アルノちゃんで、はい、あの中多様性。冷めないを愛に、恋が冷めないを愛に、冷めるなら果てさして、お待たせ破滅し
からわざと間違えた。いや、レコ大の審査が悪いですね。はい、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは最後ですね。はい、最後です、いきます。はい、すべてのラスコですね。すべてのラスコ。はい、はい、じゃあそれでは午後のことこさんで、はい、桃色クローバー Z、怪盗少女行くぜ行くぜ怪盗少女どうぞ。ということで、どうでしたか。そうですね、もののふ
のみんなの力があったからやっぱアーリーにだから来年もね本当にねアーリーと仲良くしてほしいなって、はい、アーリーは思うの。仲良くしてくれる、仲良くしてくれる、騙されやすい、気をつけて、俺より詐欺とか気をつけてください。はい、ということでじゃあ全員集合しましょうか。はい、はい、じゃあ全員ね赤組白組集合ということで、はい、はい、ということで改めまして全員出演者の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ね、白組皆さんどうでしたか。楽しかったね。楽しかったね。力出し切れましたか。フライがね、全部出したよ。フライがね、貫禄すごかったですよ。うん、すごかった。一番面まで出てましたね。国、はい、かと思った。面まで出てた。はい、面まで出てたよ。ちょっと言葉汚いですよ。失礼いたしました。前まで出てた。前まで。面まで、ね。アナウンサーが失礼いたしました。はい。どうですか、こっち。赤組どうでしたか、皆さん。うちのアナウンサーさんね。はい。どうでしたか。いや、いいです。いい感じです。はい、お、良かったです。すいません、滑ってますね。本当に滑ってないよ。滑ってます。滑ってました。はい、滑ってました。どうですか、茨城の星。どうですか。はい。さっき言い忘れたんですけど、はい、私オーケストラオーディションで歌った曲なので、あ、確かに。思い出、思い出の曲だので、思い出があります。世界へ、はい、変わってきました。いけると思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ということで、今から投票タイムに移りたいと思いますので、皆さんまた、ちょっと後ろの方に向いていただいてよろしいですか。はい、すいません、投票タイムということで申し訳ございません。はい、あ、うちの様大丈夫ですか。そうだった、そうだった、失礼いたしました。ほら、あら。ということで、今から投票タイムに移りたいと思います。はい、じゃあ赤組が良かったぞという方、挙手の方お願いいたします。はいはいはい、はい、大丈夫です、ありがとうございます。じゃあそれでは白組が良かったぞという方、挙手お願いします。はい、ということでありがとうございます。それではじゃあ結果発表の前にスペシャルゲストの方に登場していただきたいと思っておりますので、準備の方にお願いいたします。はい、ということでもうね、はい、はい、ちょっとなんだか歌いたくなってきました。あ、あれ、ミュージックスタート。急に、すげえ、いろんなことあった一年。
集計出ましたので、はい、はい、結果発表に移りたいと思います。見えますかね。あ、大丈夫ですか。見えない、見えないですね。あ、じゃあいいですよ、どちらが勝ったかはもう分かりますので、はいはい、はい、ということで、それでは優勝は赤組。ということで、60回目の記念の、はい、このそもそも紅白歌合戦ということだったんですけども、優勝は、赤組ということで、圧倒的な票数でございました。おめでとうございます。おかしいな、お前らふざけんなよちょっとモノノフがダメだったな足りなかったな。いやいやいや、でもね、票数は関係ないですから、ただただこっちにお金が行くだけの話です。いや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 、だからだろ、だからやるんだよ。はい、ということでね、最後に、感想をいただいて終わりたいと思います。はい、いいですか。感想ですか。はい、そうですね、お金が勝ち取れなくてマジで悔しいもう来年は頑張りません、はい、え、もうあと15分で帰ります。もう帰ります。喜んで最初はギャラ高いんで、すいません、そうですね、来週は出せません、はい今回ね、2000万用意したんで、もちろんサーシャフライさん、どうでしたか。みんなのおかげで優勝できました。ありがとう。よし、茨城の星もいましたしね、ね、予測不能の女もいましたね難しかったし、やっぱここはすごかったですね。はい、強烈でした。強烈でしたね、はい、はい、ということで来年もねありますので、はい、ぜひ皆さん来年もまた出演してください。ということで以上、そもそも紅白歌合戦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう13分すごいですよ。1曲だけ、1曲だけいきますか。1曲だけいきますか。はい、じゃあ1曲だけ、はい、何ですか、何ですか。1曲だけいきますから。 どの曲なの。1曲、あの一番上に来てたやつでいいですか。最初の曲かな。うん、本当はここで3曲ぐらいやる予定だったんです。そうそうそう、迫っちゃっててね。あと13分、はい、じゃあ一番最初のやつだった。ノンフィクション、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 なんでここってたんだ。じゃあカウントダウンの前にね、一曲いきます。ごめんなさい、なんだか。聞いてください。必殺バッキューアンセム。やったー。ああ、ちょっと超超。
最高、ありがとう、みんなありがとうございます。ありがとう、ありがとう。このまま生配信とともに、はい、カズダウン。一言じゃん。一言。はい。2023年ありがとう。ちょっとあと7分ですが、そもそもと一緒に年越ししましょう。そもと出会ってくれてありがとうございました。来年も。住みたい。あ、そもと出会ってくれて。どこに言うてんの？え、なんかみんなに言うのかな。はい、みんなにも言う。出会ってくれてありがとうございました。来年もお願いします。ナナちゃんが見てるって。ね、ナナちゃん。振り付けありがとうございます。来年もね、新曲の振り付けしていただいてるので、はい、みんな一緒に踊りましょうね。ありがとう。はい、ここにいない方が逆に偉いです。実家帰ってるのかな、みんな。家族や高校とかね、偉いです。でも、はい、よ、お宅の人も盛り上がってますよ。年越し楽しみましょう。2023年関わってくれてありがとうございました。来年もっと素敵な1年にしましょう。イエーイ。年越しこー、最悪。バイバーイ。最悪。なんか前出てくんなー思ったら年越しこ。何ですか、赤バンバレちゃう。あ、明るいところでみんな日より終わりってきてます。日より終わり、終了です。ね、たくさんありがとうございます。ということで、終わりはもう越しちゃうよ。ねえ、ぐらいの。やばい。え、これ何？飛ぶのみんなで。お、ね、なんか食べます。そもそもらしいことやりたいね。ね、やりたい。そもそもらしいこと。どうします？なんかある？前前とか。そいやそいやそうや。そいやそいやそう。そいやそいやそう。そいやそいやそうか。年越しこって叫ぶ。どっちがいいな。地獄の二択ですよ。なんで地獄の。やってんのにあんなに。そいやそいやそうはさ。ね、まあでも5分、あと残り5分ですからね。やばい、終わっちゃう。いろんなことありましたね、1年間ね。本当に、本当ですよね。はい、ああ、ね、皆さん、ほんまに5、6人しかいなかった。ほんまにこんなたくさんの方にね、カウントダウンしていただけると思ってなかったら、本当にありがとうございます。ありがとうございます。3人も激動の1年だったんじゃないですか。そうだよね、本当に大変でした、正直言うと。めちゃそうだよね、うん、だった。そうだよね、はい、何が大変やった。でも私一番大変だったのは、7月のワンマンまでに既存曲を全部覚えなきゃいけなくて、もう約2ヶ月で30曲詰め込んだっていうのが本当に一番大変でした。乗り切った。準備が大変だったね。はい、シャンマイは、私も準備が大変で、そのナナさんね、振付師のナナさんに毎回送られるレッスンがもう恐怖でしかなかったので、それを乗り越えるのに毎日必死でした。もう今は大丈夫ってことですか？はい、今はだいぶもう仲良くなりました。仲良くなった。はい、はい、最近はそこまで怒られてないです。大丈夫。そこまで、はい、見てるよ。ちょっと怒られるんだ。見てるよ、見てるよ、全部。結構そういうの見てるよ。はい、あっち、あっちも最近は頑張ってます。はい、最近もですけど、はい、はいはい、どうですか、ちいどさん。はい、まずあの怒涛のスケジュール、そもそも、はい、あの洗礼入った瞬間に洗礼受けて、次の日大阪っていう、はい、そうですね、そうだ、うん、はい、走った日やったっけ。走った日ですね。そうだ、帰り串カツ屋の片手に走った。あ、そう、串カツ屋さん入って時間なさすぎて、こうやってタクシー乗った。そう、串カツ屋さん夜行バスに間に合うためにぶち切られたもんな。そう、夜行バスのスリー、トラストイックな。もうすぐ着きますから、もうすぐ着きます。じゃあどこなんですか。残りの人どこにいんの。メンバーもう着くんで、もういないじゃないですか、ここに。すみません、でももう来るんです。あと20秒ですよ。すみません、なんで、なんで、なんで、メンバー降りてないか悪いから。そう、泣きそうやったもん。出てた、あと3分やばい。やばい、何する、何する。え、みんな動画撮ってほしいよね、なんかカウントダウンするか。確かに、ね、か動画撮るならなんかそういうのめっちゃおかしいね。そりゃそうやな、もうやってたんでしゃあない、ね、それ以外ないよ。それ以外ないことないよ。ハッピーニューイヤーでええやん。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーよ。普通すぎるよね。そう、そもそもならではがいい。じゃあそやそやそうやん。ハッピーそやそやそう、ハッピーそやそやそう。肩組んで飛ぶ。それでもいいけど、肩組んで飛ぶねんな。ハッピーそやそうにしよう。ハッピーそやそう、ハッピーそやそう、みんな
に言ってね。ハッピーソイヤソーネ。でもこのさ、みんな大人わかんないからさ。確かに。あと2秒だよ。誰か言ってくれないから。一番正しい時計。時報みたいなないね。ぐるぐるしてるやつ、iPhone の。ああ、それが一番正確。あと2秒。やばい。すぐだよ、すぐ。練習しとく？そうだね。え、何秒から行ったらいいんだろう。ハッピーソイヤソー、3回、3カウントあるから。3秒。え、2秒ぐらいがいいんじゃん。あ、そっかそっか。ハッピーソイヤソー。みんなまとまへんの？みんなはどうだと思う？みんな座ってていい？一緒に飛んだ。飛びながら撮りなよ。ね、一緒に飛ぼう。一緒に。動画は誰かが撮ってるよ。定点があるから。そう、うちのね。みんなで飛びましょう。ハッピーソイヤソーで飛べよう。ハッピーソイヤソー。一回練習しとく。そうで飛んだらいいぞ。アイコン動いてんの。今いいですもん。そうで飛んでね。そう。そうで飛びますよ。練習。せーの、ハッピーソイヤソーいいねー。おー、だってやばい。あと1分切ってますね。やばい、何秒ですか？カウントダウンお願いします。いやー、あと15、今45。あー、待って、今で45。え、なんであれ早いよな。あ、そうなの？びっくりした。あー、やめて。なんだ、もう超えたら一緒やしな。いやねんな、超えたら超えたら、せーので、ここに来て。ほんまにな、せっかくカウントダウンだったりな。あと1分。あと1分。ドキドキ。一番ミスれない。ボッチじゃないの、嬉しすぎる。ねえ、本当だよ。よかったです。嬉しい。60人ぐらい過ごしてる。どうですか？あと何秒ぐらいですか？落ちてくれてる。天才だろ。あと40秒。おお、結構あるぞ。天才、天才。うわ、ありがとう。大丈夫でした。ありがとう。あと30秒ですよ。一番ドキドキ。めっちゃ30秒。あっちが12秒。ドキドキ。ドキドキ。やばい。この時間めっちゃ。ツイキャスの皆さんもね、あともうちょっとですよ。ツイキャスの画面の前で一緒に飛ぼうね。ハッピーソイヤソーそうだよ。あと15秒。やばい。あと10。9。8。7。6。5。4。ハッピーソイヤソー。イエーイ、明けましておめでとうございます。すげー、すごい楽しいですね。すごい、すごい。無事に超えました。ほな寝ますか？ほなね、ここにあるのなあ、みんな箱根で改めまして、2015年明けましておめでとう。おめでとう。なんかやっぱ幸せやね、気持ち。なんか今みんな通ると嬉しい。すごいね。めっちゃ急いで家帰ってたし、毎年やべえ。なんか電車の中やったよね。電車とか。そう、でも横浜のサウザンドクラブで主催やってね。絶対今には。そうそうそう、いつもそうやねんな。よかった、今日みんなと過ごせて。本当にそうよ。楽しみ。じゃあなんか開けたから集合写真撮る。お、あれやばい。そろいいね。そもそもあのバックドロップに、あ、そっち俺が撮ったらいいのね。そうだと思ってた。みんなで撮りましょう。みんなで写ろう。24にする。おお、あ、いいね、いいね。一発目は初写真ってやつよ。おお、初写真。そんなある？なんでも撮り始めたから。はい、いくよ。楽しいね。楽しい。
私たちも明けおめツイートするからみんなで今は拡散して、あの、そう、みんな着物もしかして、もうみんな着物かな、着物の写真でみんな多分ね、みんな像をね、あの、買ってくれた人はありがとうございます、はい、ありがとうございます、住所手書きで送るから、そうメンバーが住所みんなの手書きで送るから、みんなの個人情報、年賀状、そうですよ、楽しみだな、個人情報知れるの、飽きてきた。じゃあ着物のやつかな、着物のやつを、はい、この場でツイートします。じゃあ一発目の初ツイートってやつやね、そう、全員メンバーの7人のしてね、一斉にヒカキン結婚したの、結婚したの、結婚したの、誰と誰と誰と、ちょっと待って、あのヒカキンに話題持ってかれるのやめて、広瀬公民、広瀬公民、何が起きているの？はい、じゃあみんなツイートして。はい、じゃあツイートします。推しメンの1いいねを。まだまだ。するよするよ。1いいね。ミキ行きまーす。ミオリ行きまーす。さあ、1いいね。青年来ました。あ、待って、違うアイドルグループさんのリツイートしちゃった今メタモルさんとメリーバットチューさんリツイートしちゃったなんでみんなそもそものしてね、ことこ行きます、ひとり来ましたか、ちひろ行きました、ゆうこも今行きますね、私もしてぽい、そう、確かに1位ね、行きました、おユージのそれおもろい、結構行きました、1位ね取れました、ありがとう。みんないいね、はい、そう、リツイートといいねみんなのしてください。リツイートといいねコメントをね。みんな2024年毎日ちゃんと写真はリツイートといいねとリプとするんだよ。リストの答えぐらい振ってるのに振ってる。ごめん。みんなのこと収めておきたいなと思って。オッケー、みんなツイートし終わった？はいはい。いいね、コメント、リツイートしてくださいね、お願いします、ノビパーうまいね、リプしてきてる、いっぱい明けおめってくる、嬉しい、今リプ言いましたな、リプしてる、はい、ということでお時間来ましたので、ありがとうございます、じゃあ早速、はい、2024年、はい、初ライブに行きたいと思います、イエーイ、これが一発目、今日はね、それでは2024年そもそも一発目の曲、この曲で楽しんでいきましょう、ドラマメルセンセーション、ストップ
お知らせです。お知らせを。
いっぱいあるので、お知らせをちょっと見てはい、まず、はい、次のライブ、年明け一発目のライブが1月3日に、そもそもは単独でございます。イエーイ。すぐだよ、すぐ。そう、年明けたって言ってもすぐなんですよ。で、チケットがすごく安くてですね、特にみんなにお願いなんだけど、友達を連れてきてもらうと、あ、友達を連れてきてもらうと、新規の方のチケットが特典がすっごい盛りだくさんなんですよ。そう、これがすごいチケットね。本当にすごい。友のお宅に慣れせたいなっていう友達がいたら一緒に誘って来てみてください。お願いします。いろいろあげます。そう、めっちゃ5個ぐらいあるよね。うん、グッズとかね。そうそうそう、いろいろもらえるので、ね、はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。はい、そして今年の1月21日かっこ日曜日に私の生誕祭があります。私が千葉県で住んでるということで、みんなで千葉県に一緒に行こうっていう生誕祭になってます。うん、千葉県の千葉市にある千葉アンガっていうところでやります。その後にアフターパーティーもありまして、そちらは秋葉原でやりますので絶対来てくださいね。お願いします。アフターパーティーチケット残り3枚なので、うわっ、早く買ってください。お願いします。お願いします。はい、そしてその約1週間後1月27日に私も渋谷のオーネストで生誕祭をやらせていただきます。やったー。ありがとう。そう、私も生誕祭の後にアフターパーティーをやらせていただくんですけど、チケットがね売り切れたんですけど、なんかちょっとさっき見たら未入金の人がいたみたいで、多分ね数枚復活してるもん。ほらほら、多い多い、取ってない人がいたら、この後チケット追加できるかちょっと微妙なので、ぜひ取って、生誕祭、そう、日和ノート、私の生誕とアフターパーティー全部遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして、そのね、あっという間にイベント2つ終えたら、もう2月来て、ゼップです。ゼップです。ゼップです。はい、チッサもね、告知してくれたからね。はい、チッサさんもね、来てくれて。はい、じゃあ改めてみんな知ってるかもしれないんですけど、言います。2月14日がゼップ横浜、2月22日がゼップ新宿、横浜が花道付きで、新宿がバンドセットとなっております。はじめまする方いたよね。一人やばい。ごめんね、プレッシャーがすごいよ。特典会でね、初めましての方1000円で買えますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。2023年もね、はい、すごいいい年になったのでね、はい、2024年はさらにもっともっといい景色みんなに見られるように、私たちも頑張りますので、はい、ぜひずっとついてきてくださいね。もう閉めちゃうの？そうだよ、あっという間やで。いったんね、まだいったんね、まだまだ、いったんね、うん、全然ある、まだ大丈夫。それでは以上、私たちがそもそもでした。ありがとうございました。